花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金田芳郎です。はい、今日はビル風が武蔵小杉このタワープレイスっていうのはね、すごかったね。すごいビル風、すごいのよね。もういろんなものが飛ばされてる。気温は割と暖かいんだけど、うん、なんかここら辺はすごいですよね。これもう春2番ぐらいですか。春2、3番ぐらいの感じで、連日ね、おなじみ、ライブの高橋誠さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。今日は揃いましたね。松下としみさん。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございます。皆さんのご心配いただきまして、ありがとうございました。どうでしたか？なんとか来ました。なんとか、なんとか来ました。大丈夫ですね。素晴らしい。どんな感じだったんですか？ね、風、今ね、もうやっぱりインフルエンザとかがね、巷にもう大流行してますよね。長かったですよ。2週間以上。最初どうな、インフルエンザじゃない、インフルエンザじゃないんですよね。ただの、まあ、疲れと風邪で、普段熱は上がるんだけど、喉が痛いとかなると、全然喉が痛いだけでね、熱が上がらなくて、ちょっといつもと違ってね、ちょっと変な感じでしたけど、咽頭炎って言われて、ちょっと炎症を起こしたの。そう、なんかやっぱりね、扁桃腺とかがあるんじゃない？扁桃腺は肥大なんですよ、もともとね。だから熱が出るはずなんだけど、熱もないので、だからちょっと整体とか、ちょっとそっち一回ね、診察をしてもらった方がいいんじゃないでしょうかって。僕はね、小学校の時、扁桃腺取りましたからね。そうなんだ。あんまりちっちゃい時に取ると、ないないない。扁桃腺ない。いらないもんなんだって言われたけど、昔は。でもあった方がいいんだってね。だって無駄なもんついてないと思うけどね。まあでも、あれはさ、そこで、要するに、そういう、ちゃんと菌とか入ったのをね、そこで、まあ、チェックするわけですからね。でも、金さん強いですよね。もうほら、金玉だもん。金玉だから。金玉し、金玉じゃないでしょ。金玉。ということでね、今日はちょっとよろしくお願いいたします。復帰したということで、早速ね、生放送の途中でまたね、ファックス来ましたけどもですね、一曲ちょっと行こうよ。ね、前にね、これ三井さんからリクエスト来てたのね、北へ行こうっていうね、僕が、やっぱ九州からしてみると、東京とか北になっちゃうね。すべては北だね。そうそうそう、本当は東なんだけども、北へ行こうっていう、北飛行っていう歌をやりましょうか。はい。
も見えない、声も聞こえない、赤くよどんだネオンの海、その細い体のぬくもりをきっと死ぬまで忘れないさ。はい、ということで金尾吉郎北彦郎という歌をお届けしました、うん、早速ね、はい、おはがき、おはがきじゃない、お手紙、ファックス来ておりますでしょうか。嬉しいね。どうしましょう、少しご紹介しますか。はい、はい、松下さんの方からね、いただきました。ミキさん、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、としみさん括弧復帰できるかな山田ディレクターこんにちは。昨晩深夜からの雨がようやく止んできた博多です。あ、博多雨だったんだね。暖かい天気も今日までで、明日からまた寒くなるようですので、うん、皆さんお気をつけてくださいね。今日は東京はね、そう、すごく暖かくなるね。やっぱりまた東京も寒くなるってことになる ね、 そうだね。しかし、はい、これからのゲストもすごいことになってますね、うん、楽しみで仕方がないです、うん、個人的にも知り合いも多く、うん、また武田和夫さんのように子供の頃からの憧れの方もいらっしゃるということで、うん、ドキドキしてます、はい。さて話は変わりますが、はい、金尾さんは最近いろんな歌い方にチャレンジされていますよね、うん、お歌い方あのミキさんは分かるね、やっぱりね、うん、プロフェッショナルの方々でもこうやって、うん、未だにチャレンジをし続けていらっしゃる姿勢に感動しています。 ありがとうございます。あのね、こういう細かいところをね、分かるのはやっぱりね、すごいですね。いつも聞いてくれてるっていうことでしょうね。はい、歌い方に関して言うと、うん、例えばほら風っぽい時とかもそうなんだけども、うん、やかましいじゃん俺歌うとまずはやかましすぎるって、海外の方から言われたもん。そうなの、メッセージで、あなたの歌はやかましすぎるって海外までやかましいって言われたもん ね、 いやだからちょっと抜いて歌うとか、いろいろありますよ ね、 そうですね、曲によってね、まあ、ね、だから幅がやっぱり出てこないしね、はい、いいじゃないですか、うん、で発声練習なしでいきなりまあ歌っちゃうんじゃないですかね、うん、生放送でね、いろいろねチャレンジしていきたいと思いますけどですね、はい、まあ今からですね、僕らはね、僕らはまだ修行の身ですから。まだまだそうですよ、はい、これからです。僕らの時代は修行で終わるんですよ ね、 ね、そこでなんか完結することないよね、うん、はい、はい、続き、はい、ただオイラとしては、うん、金尾さんの魅力は26歳になっても過去笑い、うん、26歳ですか、うん、今ね、はい、今26逆ですからね、はいはい、なっても張った声で高いキーを歌える人間離れしたところだと思ってますので、人間離れね、そこは変わらないでほしいですね、うん、はい、その声でのハングリーアングリーをいつか打楽器の方がいる時にでも歌っていただきたいです。そうね、これね、リズムがあれば、ね、今度マーティが来るじゃない。マーティ来るね、来る時にやってほら、マコちゃんいないんだもん。いるか、いるよ、マーティの時はいる、来週はいないんだよ。あ、そうだ、あ、今週だ、来週だ
え、何言ってんの俺。来週24日がいないんだよね。24日がいないんだよ。確か。ごめんね。24日は、あ、ちょっとね、ゲストをご紹介しましょうか。ですね、続々とですね、あのゲストの方、あの、入っておりますが、まずはですね、2月の24日は来週になりますね。ね、これは、あの、ジェームス、ベースのね、ジェームスさんです。市川ジェームス洋二さんですね。はい、あの、今回ね、CD をちょっと発売したので、うん、そのまあ宣伝が主になると思うんですけど、うん、その時、まこっちゃん大阪行ってんだよね。あ、大阪行ってた。そしたらね、誰かね、ちょっとね、新しいね、新しいっていうか、あの、要するに、出会いが初めての方、うん、っていうか、うんうんね、そういうのでまたラジオでね、うん、出会われたらと思ってね、ご紹介したいと思いますが、はい、2月24日は、市川ジェームス洋二さん。それでね、2月3日、これはあのマーティ・ブレーシーさん、あ、3月3日、マーティ・ブレーシーさん、ひな祭りの日に、ひな祭りにマーティ・ブレーシーさんが、ね、やってくるっていうね、でまた、まこちゃん、面白くなると思いますけどね、その後がですね、3月17日、これはあの、はい、クリエーション、武田和夫さんですね、これ、まこさんのね、ご紹介でね、はい、あのいろいろね、和夫さんとはもうね。長い、もう長いの大先生ですから私の あそうなんだ、はい、武田和夫さんがねここ来ていただいて生でやっていただけるんでしょうか、ね、私ライブ行ったことありますよ、うん、本当、うん、で僕武田和夫さんは、うん、あのお会いしたことないない、ね、あまだなかったっけ、えそうなんですか、ね、まことさんの還暦祝いの時にそう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 、あの階段にも座ってたもん、うん、た前に武田和夫さんも階段に座ってた、うん、あの時は、ね、俺たち中に入れなかった、中に入れなくてね、ごめんね、辛い思いをさせました。いやいや、外も豪華なメンバーだった、外はすごい豪華なメンバーがいました。そうそう、稽古豪華さんもね階段に座って、みんなだって出演者は座ってたんだからね。それでね、行きまして4月の7日、これ南海雄太郎さん、あ、はい、これはね素晴らしいですよね。南海雄太郎さんとしては初めて、まあ、初めてですけどもね、楽しみにしてる、これハリウッド、まあ、アメリカから、ね、ジャパンツアーということでね、いらっしゃいました。加藤さんも今はねアメリカですからね。あ、そうみたいね、普段はアメリカにお住まい、あはははね、で4月の21日コテちゃん、ブルースハープのね、コテちゃん来ますね、コテちゃん来ます。あと5月5日道明寺秀樹くん、いやいやね、えこれどんどん来ますよね。5月19日、はい、WC カラス、はい、僕初めて、俺も初めて、初めてでしょ、うん、あ、皆さん私も聞いて、ね、初めて、これは、うん、やっぱりいろいろね、博多のミキさんあたりからのね、ご紹介とかもあったし、あの、小路大地くんとかから前からね、話を伺ってたんだけどね、そういう方たちね、あの、いらっしゃいます。はい、ということで、曲行きましょうよ、なんか。ちょっと話しすぎた。あ、話しょっていいんですか。たまにはでも話しとね。いいや、そんな話しても。ゆっくり。まあね、うん、こういうな、あの、ミキさんのね、ミキさんね、途中です。今日はね、としみさんにアントニオの歌を待ってますってこと、ね、以外にはリクエストはなしです。とにかく楽しんでください。はい。ちょい事情で今日は、うん、生では聞けませんが、後日楽しみにしてます。うん、今晩のライブも思いっきり楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一方ね、僕、あの、ご紹介しましょうか。アントニオの歌、まあ、いつか ね、 ね、 ね、今ね、楽譜ちょっと調子悪かったからね、ま、松下君もちょっと寝込んでたみたいね。だから、なかなかあれなんですけども、もう一方、これ、蓮見さんから。蓮見さん。王子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 はすみ王子から来ましたか。カノンシロ音楽魂、カノンさん、まことさん、としみさん、こんにちは。こんにちは。春一番、暖かな日になりましたね、ということでね。はい、お三方、お体の調子はいかがでしょうかということで、松下君もね、だいぶ良くなったということで、はい、大丈夫ですよね。久しぶりのゲストなしの音楽魂、歌いまくってくださいね。はい。本日は昼はラジオ、夜は赤坂フラットンカンティーナで2度楽しめる日ですということ、うんうん、赤坂での再会を楽しもう。あ、嬉しいね。今晩ね、まあ、このまんま音楽魂、あと赤坂、うん、フラットンカンティーナですね。今日はカンティーナね、7時から、うん、坂本夏希ちゃんっていう若い女の子がオープニングをやってくれるので、うんうん、ぜひ、ほうほう、なんかバンドでやるみたいね。ね、かわいいなっちゃん。今日はね、急遽あの、うん、ブルースアープの、うん、鈴木司くんもね、参加していただけるということでね。賑やかになりますね。このでも4人が会うのっていうのはあれだよね。うん、
あの2年ぶりぐらいだよね。川崎の川崎で一回やったじゃん。なんかホールでやったよ一回。一回なんか、ね、そうそうそう。冬さんの企画のね。あれ以来ね、なんかすごい楽しみですけどもですね。ということで、今日もね、あのラジオの後もライブ、はい、赤坂フラットンカンティーナ、はい、頑張りたいと思います。はすみさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、こちらのなんか歌いますか。それはまあ、後で。うん。マコさん歌って。え？マコさんやります。はい、じゃあこれやりましょうか、ね、新曲。え？ちょちょちょ待って、ちょ待って待って、誰、何の曲ですか？これエリック・クラプトンの曲なんですけど、うん、No Reason to Cry っていう、ちょっとあのちょっとあれは普通のとは、これは毛色の違った、ソロアルバムを出してるんですけど、その中に多分これ1曲目の曲だった。あ、そう。昔の友達に会うのがとっても嬉しいなっていう、そんな感じの No Reason to Cry、うん、Hello Old Friend っていうのがあるんですけど、はい、それ最近ちょっとねやってます。高橋誠さん、はい、エリック・クラプトン、ね、クラプトンの人は明るい歌、明るい歌だよね。いやでもエリック・クラプトンってさあの、まあ、ブルースでね、うん、あのかなりその世界的に、ね、うん、出てきましたけども、ブルースロックっていうのかな、うん、あの僕はね結構あのほらジョン・メオールとかと一緒にやって、うん、ブルース・ブレイカーズのアルバムとか好きで、はいはい、あの、でも
なんていうかな、モロブルースっていうよりも、うんうん、なんか割とそういうそうじゃない感じの曲ってあるじゃないですか ね、うん、ね、うん、ああいう曲がすごいいいよね、いい曲いっぱいありますね、いい曲たくさんあるもんね、メロディアス、うん、スタンディングアップクロスローズ、そうそうそう、です、ね、クラプトンやっぱりマコちゃん好きだよね、うん、クラプトンやっぱジョージ・ハリスンとかあとスティービー・ムイトとかすごく影響を受けている、はい、そういう感じの曲も作ってるも、うんうん、一緒に作ったりしてるもん、ね、うんうんうん、なるほどね、ハローフレンズって結構ね、来てたよね、毎年ぐらい来てなかった、日本に、私武道館一回行ったな、一、はあ、回か2回、本当、うん、もうあの今おいくつになられますかね、結構もう70超えてるでしょ、超えて俺より9つ株上かな、あ、じゃあ確かに70か71ぐらい、うん、ぐらいかな、そうね、みんな年取っていくんだ、そうそう、あのこの間ね僕お見舞いに行ったんだけど、うん、ある人の、うん、で今の病院ってすごいね、うん、あのいや僕めったに病院行かないじゃん、はい、あの、うん、だから6年ぐらい行ってなかったのよ、うんうん、その間にそのベッドとかのこう、うん、あの自動的にこう、はいはいはい、上下したりとか、上下したり回転したり、そうか、あの回転はしつつ分かんないんだけど、あ、もちろん背中とかこう上がってでその自動的にさベッドがすごいのよ、うんうん、でそこで頭を洗うとこちょっと立ち会ったのよ、うん、それであの横浜のちょっと病院に行ったん、病院ね、でそこ 4,5 時間いたんだけども、うん、そのちょっとあの入院してた人が大変だったんで、うん、でそのしばらく手術とかもして、うん、頭洗えないから、うん、その来てくれるのよ、はいはい、で寝たままにベッドちょっと高く上げるじゃん、うん、で寝たまま、うん、そのまま洗うんだよ、すごいすごいね、すごいよ、それな何ができるかっていうのはおむつの、あの生地があるじゃん、うんうん、おむつ、うん、あれをあの頭の下にこう敷いてあるのよ、おむつの素材、おむつの素材、水を吸収する、うんうんうん、それでそこでバーッとシャンプーかけて、はい、で水もそれでシャンプー洗って、うん、で水もでこうあのちゃんと洗うじゃん、うん、そのおむつに全部吸い込むのよ、へ、だからでドライヤーまでかけてもらって、そうなんだ、うん、俺もしてほしかったもん、いや今そんな時代になってんだね、そうなんだね、びっくりしましたよ、だけどそれがいいのかどうかはどうなんだろう、いやでもそのほらシャンプーとかできないできない人はもちろんいるからね、いや俺ね大昔あの飯塚に母が入院してる頃に、うんうん、まだ高校卒業して飯塚で歌ってたのね、でその母がちょっと入院して兄がいなあの東京の大学出ていなくて、で僕一人であの付き添ってたわけ、はい、で夜はギター、要するにギター歌うからギターケース持って大部屋だったのね、でそこ入院してたんでそこ行ったんだけど、その時はねボンボンベッドで寝てたんだよ、隣に下に、あ昔ボンボンベッドってあったのよ、知らない九州だっけかな、いやいや折りたたみ式のベッドがあるのよ、空気がでしょ、いやいやパイプもついてんだけど、うんうんうん、あの折りたたみ式のベッドがあって、あ それを、それでね、うん、寝て、うん、でそこからまた歌に通ってたわけよ、そうなんだ、うん、それしばらくそれ1週間ぐらいやってたんだけど、うん、で夏の暑い日だから頭洗い、あの、うん、気持ち悪いじゃん、うん、で洗いたいと思ったから俺、うん、頭を拭いてあったことがあったの、袋の、うん、フローリンってあるんだけど、うん、今知らないかもしれないけど、その頭のちょっとあの要するに綺麗にするようなあのシャンプーじゃないんだけどね、あのでそれを買ってきて、でずっと拭いてあったことあった頭、だからものすごく気持ちいい、まあそうだよね、いいみたいな感じだったんだけど、今やもう洗えるんだもんね、びっくりしたよ、今やだってさ水のいらないシャンプーとかもあるしね、そう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 、ロケットほら宇宙ステーションの中にいる人はさ、うんうん、水使えないでしょ、うん、だからそういうのも開発されてるし、それも市販されてる、素晴らしいね、まあ、医学の進歩ってあの、うん、要するに手術もそうだけども、うんうん、いろんなことが便利、いろんなことができるようになって、ね、そうだからちょっと10年ほど前はもうすでに、うん、例えば肺がんの手術とかはさ、うん、あの切ってあばらを外してやってたから、ね、はいはいはい、うちの父の時そうだったんだけど、うん、背中をたすき状に、うん、で両方ちょっと、うん、あのする時に手術する時に切ってそのあばらを外してそれから手術するの、はいはい、今やもうそんな時代じゃないからね、うん、たった10年ぐらいで、
管でね、うんうん、そこもうピンポイントでそこをね、穴開けて、そうそうそう、そうだね。だから親父のね背中を流したことあって、それ出てきたのよ、うん、親父が、うんうんうん、ちょっと元気になって、うん、でその時にね背中流したらそこバーってこう傷があるじゃん、うんうんうん、うわーこれ痛かっただろうなとか思ってね背中流したことあったけど、うん、やっぱり本当にね神父は素晴らしいと思いますね、うん、医学のね、うんうん、だからやっぱり日本人ってすごい器用なんだね、全ての面でね、うん、そういう部分で素晴らしい。この間ね病院行って思いましたことでしたけどですね、はい、まあちょっと話長くなります、すいませんね、とんでもない、とんでもない、金玉ってなんかゆっくりやった方がいいかなと思う、ね、いつもね落ち着きがないのよ俺。落ち着きないね。うん。本当にもう、言えないけどね、いや、大体これぐらいの年になると、もう60も越してんだからね。もうちょっと落ち着けよっていう。でもね、先週ね、聞いてたの、お家で。はい。そしたら楽しかったよ。あ、そう。うん。なんか、本当。うん、そうそう。で、誠さんがほら、メール読んでくれたじゃない。はいはいはい、あれもすごい良かった。あ、たまには読んでほしいなと思って。セクシーな声で。セクシーな声。そう、誠ちゃんがまたちょっと風声がまた女の心をくすぐるわけたい。いや、わけたい。ずっと風邪ひいてようかな。じゃあ、道行きますか。道。はい。
はい、金尾義郎道という歌を歌いましたけども、はい、これを重いね歌ってて重苦しいね。いやでもこれ希望があるんですよ。希望あるんですね、うん、昔言われたんだよこれ、ね、ねね、この歌聴きたくないって、そうなの、うん、もう苦しくなるからやめてくれって。いやでもこれね、なんていうかな、これコーラスは苦しいよ、かなりコーラスキーがでしょ。だって今日軽くなんか別に無理しなくていいよって言ってたらすんごい厳しいの。いきなりいきなりいきなり厳しいの続きました。厳しいのが来ました。ハングリーアングリーか。ハングリーアングリーってこれやったことないの。やったことないね。まこちゃんとどんな感じでやってれば。やったような気がする。やったことあるよ。いや、パッカッションがないと、これ、あれだよね。これじゃダメ、私の。これ、ちょっとダメだよね。どういう理由？これ難しいんだから、このカホーンっていうのは。これね、簡単に見えたんだけど。難しいよ、これ。こう、ここ、ほら。こういう感じで入れないとダメなのよ。この、チャカが入ったんだよ。チャカ。こういう感じで、ね、私、揺られる。いや、だから、うんきゃ、うんきゃが入っちゃダメなのよ。うんきゃが入っちゃダメ。うん、そう、ほら。うん、だから入ってるでしょ。チャラっていうのがチャラっていうのダメなの。そうなの、うん、そうなの。こういうリズムを取らないと重みが出てこないんだよね、うん、じゃあこれマーティンに今度やってもらう、ね、うまいかな。マーティンなんか持ってくるとか言ってたけど、あ、そう、うん、カフォーンかなんか。マーティン何やんだろう。何やんだろう。マーティン歌うんじゃない。歌ってもらおうか今度。この前歌ってた。いろいろ歌ってるよ。予作とかね。予作歌ってるよね、うん。ダンシングオールナイトもこの前歌ってたな。ダンシングオールナイト高すぎるから歌ってくれって言われて俺歌わされたことがある。そうかそうか、うん、久しぶりじゃないですか。まあ、誠さんは何、定期的に会ったりしてた。いや、してない。ダンシング、モント&ブラザーズの後って、うん、いろいろいろんな人とマーティーやってたの。やってるのね、うん、結構ボロっていう人ボロとか、ね、ああ、なんかやってたんじゃないかな。いろいろね、うん、よく知らないけど。本当そういう話もね、いいですよね。昔からあんな感じなの、お前って。あんな感じ。本当。うん、超ポジティブな人。ね。うん、いやすごいなんていうかな、こう、た大阪弁じゃん、それで。そうだね。モロ。なんだろうね。ちょっとよくわかんないけど。ね、いや話してたら、うん、結構横浜の時近くにいたみたいなんだよね。ああ、そうかもね。うん。うんうん、それで、まあ、いろんなね話でもちょっと盛り上がりましたけどです、ね、なんか日本にいる方が長いんじゃないの。長いと言って40年ぐらいでしょ、ね、うん、45年、うん、なるね、うん、それぐらいになるよね、松下さんなんか今日は行ってみますか。いやいや今日はなんか軽く何の用意もしてないみたいな。あ、本当本番になると金さんが全く真逆のことを真逆のことを言いますからね。急に言ったりします。無茶ぶりが過ぎます、うん、まこさん何ですか。ハングリーアングリーってやってみたらダメなの。いやでもリズムがないとできない。俺それ弾きながら歌えないんだもん。あ、そういうこと。いや、そういうことっていうか、そんなことないんだけど、忙しい、うん、なんかちょっとメール1枚まだ、はい、行きますか。紹介してないんだけど、はい、行きましょう。金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、はいはい、キキさんこんにちは、うん、待ちに待った音楽魂、皆さん体調は大丈夫でしょうか、はい、風邪気味とのことでしたが、うんうん、インフルエンザからうつらないと良いですね、うん、朝晩冷え込むので気をつけてください、はい、しかし今日は暖かい。本日はたっぷりと楽しい話とともに素敵な歌声をお願いいたします。リクエストは何でも OK です。よろしくお願いいたします。ほうほうほう。4月のライブにはお伺いするつもりです。今からウキウキしています。本日のライブまだ行けませんが頑張ってください、はい、音楽魂を聞いて元気になっています、はい、清水佳代子さんより。あ、清水佳代子さん、はい、日に日にね良くなってる。4月に復帰できるんだね。4月はライブ入れなきゃ。じゃあ4月いっぱいライブ入れなきゃ。4月まだありましたっけ。じゃあ清水さんのためにちょっとライブやりますか、ね、で、ね、ライブ、清水さんのいい日にちを言ってください、ね、その日にあなただけのために。清水さんだけのために。清水さんの家でやろうか。そこに押しかけライブ。押しかけライブもいいよね。いいね。
音楽魂っていうのは枠がありませんからですね。音楽魂、押しかけライブ募集。押しかけ。これちょっと行ってみる。はい。何やります。行ってみる。いやいや。お湯あげようか。いや久しぶりに。ちょっとごめんなさい。あの夜もあるので。ああ無理しない方がいい。無理しない方がいいね。本当に。あ本当。うん。そうかそうか。それはまあ。今日長丁場ですから ね、そうそうそう、復帰第1日目が。じゃあ私歌っていいですか、うん、あ行きますか、マコさん、マコさん行きましょう。I see trees of green, red roses too, I see them bloomFor me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking handsSay, how do you do? Dear little Sammy, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They learn much more. And I'll never know. And I think to myselfWhat a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.ね、またこれがね優しい声ね、これ持っていっちゃいますよね高島さん、まあ、I think to myself でも川さんよくそういう声出ますね。ね、ね、これ僕これよく歌ったもん。ああ、うん、あのディスコで、ディスコでは歌わなかったけど、うん、ディスコはねその当時はあのやっぱりサタデーナイトフィーバーの頃だったから、うん、裏声が僕出ないから、あギターの人がパルセットが上手かったのよ。だからその当時流行ったあのアースウィンドアンドファイヤーとかの歌とかは、うん、ギターの人が歌ってたの、うん、はいはい、で、あ、すっごい綺麗な裏声出てたのよ、うん、で俺はどっちかというとちょっとこう、うん、あの普通の感じの歌とか、うんうん、まあ、ごったにやってましたけどね、そういう、うん、ことはあったけど、今やっぱ眞子さんとかいろんな方がそのカバーをやるの聞いててね、うん、すごくあのもう一回なんか歌ってみるのも ね、まあ、いいかなと、いいんじゃないですかね。ディスコナイトとかやれば今ねすごい流行ってるんだ。じゃないでしょ。そうじゃない。俺たちの時はデスコって言ってたから、ね、デスコ、え、嘘だ、デスコ、デスコ、デスコ、で逆さ言葉をよく使ってたね。よく、あ、バンドバンドマン用語、用語 ね反対言葉ってなかった。いやいや聞きましたよ、バンドの人ゲーマン、蕎麦屋に入ってさ、ゲーセンとか、ゲーセンとか、ゲーマンとか、あのギャラがね、蕎麦屋に入ってこの場所 B ノーかなって、え、 B ノー伸びる、伸びてる、その蕎麦伸びてるしかも博多弁が入ってこの場所 B の市長とか全然わかんない何にもわかんないよ俺たまにでも今もいるでしょ、そういう。
今はあんまりいないんじゃない、うん、反対言葉ちょっと上、うちら上の人は結構また使ってる人いたりするよね、時々、うん、昔のやっぱグループさん世代の方たち、うんうん、多いですね。ちょっとはあれですけども、ラストタイムブルースっていう曲をこれいい曲だよね。コーラスよろしくお願いしますよ、うんうん、コーラスありましたっけ、これね、これちょっとあ、うん、あ、じゃあこれ、いやいいよ、それでコーラスやってください。それでこれでって言ってるのは、あのこの4本のマイクをあちこち買い回ししてますけどもですね、ラストタイムブルース、やりますか。はい、これはね、僕のアルバム最初のアルバムの中の曲ですね、もう37年前、40年近く前の曲ですね、歌ってみましょう。ラストタイムブルース。金尾芳郎ラストタイムブルースという曲をお届けしましたけどですね、いい曲だね。まあどうでしょう、誠さんは
あのオリジナル曲を作り始めたのっていうのはもうずいぶん前ですか。うん、そうですね、もう小学校の小学校初めて作ったの10年。やっぱ東京の人はシャレ通よね。小学校から作るんだもん、うん、俺たちはもう、ね、カエル捕まえたりね、ヘビ捕まえたりしてました、小学校時代は。そう、うん、あのそういう場所があんまりないですからね、うちの方はね、まあ、自然が割とね、うん、残されていましたので、うん、それしかなかったもんね、うん、川とだって山しかないんだもん。そうなんだね、自然しかないって言われて、あともう人工的なのがない、遊び場はまあ、うん、商店街でしたからね。そうか、うん、あの自慢じゃないですけど、はい、商店街が一番あの都会でしたから、自慢ですけど商店街のボンボンだったから僕、ね、ああ素晴らしいね、そうよ、バカって言われる、バカ、うん、バカじゃないよ、バカよ、バカ、うん、いいですね、若とか王子とかね、そう多いね最近坊っちゃんだと思ったら結構大変だったのよ、ああ その内情がね、そうなんだ、うん、いやでもあのなんていうかな、こう割と町が生きていたというか、うん、今でもやっぱり商店街が悪くと、その商店街が賑わってるところっていうのは、うん、活気づいてる、そうだよ ね、うん、感じがやっぱしますよね。でだんだんやっぱ時代も変わってきて、うん、まあ、大型スーパーとかできてきて、はい、まあ、そちらにこう買い物行かれたりとか、うんうんうん、商店街っていうのがこうだん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 ね、あ難しい感じになってくるっていう時代に今なってると思いますけども、うん、何らかの形でね、うん、そういうふうなこう昔ながらの商店街がね、うん、もう一回こう賑やかに なる感じが、江戸時代の感じがするんだよね、江戸時代の感じ、ね、江戸時代に一回戻った方がいいような、ね、気がしますが、江戸時代って素晴らしいことたくさんあったよ、いっぱいあったみたいだね、そうそう、町づくりの基本はね、そう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 、あきんどだね、そうそう、あきんどの、あきんどの世界の計算できないんだよ俺、ね、あきんどのくせにダメじゃんダメじゃんダメじゃん、そうそうそう、小学部とか行ってたんだよ、おかしいね、簿記とかやって計算できないんだから、借、うん、り方貸し方、うん、バランスシートは、そうそう、基本借り方ばっかり言えばできるんだけど、借り方どうしようもないですけどもね、あのやっぱり町づくりっていうのはそういう感じでね、なんかこう、うん、全部作り変えてね、うん、あのまあ、今のほら豊洲問題とかあるじゃない、うん、はいはい、ああいうのもそうなんだけど、ね、豊洲とか見るとね、あのすごく綺麗にはなってるんだけど、うん、そのなんか作られたものの中でね、うん、本当に人間の豊かさっていうのは生まれるのかなっていうね、うん、気がする時あるよ、なんか上からこうてなんか下ろされてくるんじゃなくて、下からこう、ね、そうそうそう、なんかこう出てくるのがいいよね、にじみ出たものとか 人の中から生まれたアイディアとか、うんね、そういうものじゃないと、ね、まあ、取ってつけたようになるじゃん、うんうん、そうすると、ね、本当にそこがさいいのかなって、若い人はねあの、うん、お台場とかああいうとこ好きだけど、うんうん、僕は落ち着かないのよ、うん、なんか、うん、あの田舎もんだからねかもしれないけど、でもそういう街づくりも必要だよね、うん、必要だと思うね、いやだってあの街とかね、うん、あの位置的な感覚が分かんなくなる、高層ビルばっかりだと、昔は角があって、うん、あそこのタバコを曲がってみたいな道が覚え方ができたんだけど、うんうんうん、いろんな今そういった路地があって そこの辺が面白かったけどね、そう、そうそうそう、今埋もれちゃってるから、どこのビルが何のビルだか全然分からない、だって駅前ってもうみんな同じような街並みになってんじゃん、まあね、同じ建設業者がやってんだよ、あれ。はい、あ、そんなことないから。そっちに話してる。いや。でもね、なんかそういう気がするんで、個性がさ。六本木がよく分かんなくなって、寂しくなっちゃった。あんだけ行ってたのに、とか思って。うん、昔三軒茶もうほんと迷路みたいな感じで、あ、ほんと迷い込んだら出られないみたいな。空論城みたいな。本当に。ということでね、もうあっという間に時間来てしまいましたね。ね、あと1回なんか最後、はい、みんなでやりましょうよ。なんか、90年みんなでやったんで、うん、失礼します。はい、何やりましょう。オニオサイドやる。オニオサイド、うん、いいよ。これ、オニオサイドっていうあなたの味方でいたいっていうね、私の娘に、の思って作った歌です、最後にじゃあオンニアサイドでお別れしたいと思います、はい、オンニア
side.福知の山